20分から一生懸命走るので、応援よろしくお願いします。FJR岡山背番号34番瀬野龍介です。来季につなげるという意味ももちろんあるんですが、今季を締めくくる戦いなのでしっかり点取って勝ってサポーターの皆さんとしっかり喜びを分かち合いたいです。印象残った試合なんかでも教えてください。そうですね、やっぱりそのプレーオフ進出が、消えた試合の徳島戦が本当に選手も勝ちたかったと思いますし、ただやっぱりそう簡単にうまくいかないのがこの世界なので、印象には残ってるんですが、ああいう試合でどうにかその勝ちにつなげるっていうのがやっぱりこれから重要になってくると思います。いつも不甲斐ない試合した時でも、温かく応援してくださってありがとうございます。本当選手は勝利を目指してサポートの皆さんと勝ちを勝ち合えるように一生懸命これからも走っていくので、これからも引き続き応援の方よろしくお願いします。ラジアの岡山の背番号13番金明です。最後の試合なんで本当に頑張って勝つように頑張ります。たくさん来て応援してください。本当に1年がありがとうございました。来年も一緒にやりましょう。お願いします。背番号7番戦国連です。今シーズン最後アビスパ福岡戦、勝って、来年のいいスタートにつながるようにしたいと思います。応援よろしくお願いします。アジアの岡山背番号14番押谷幸です。今シーズン最後の試合なんで、気持ちよくこの試合を締めくくるためにも絶対に勝ってみんなで楽しく喜び合って終わりましょう。今シーズン一番印象に残った試合は、アウェイの神戸戦で、やっぱり 0-3 っていう難しい状況から途中出場したんですけど、そこから3-3まで追いつけたっていうのはすごい神戸相手に自信になりましたし、あのあと勢い、その前から勢いありましたけど、その時からまた勢いになれたっていうのがやっぱりあったので、そこはやっぱり一番印象に残っています。最後大谷に出ていきます。今年1年間、応援ありがとうございました。これが今年は最後ですけど、来年もまたアジアの岡山を応援してもらって、また J1上がれるように、応援してください。アジアの岡山18番関戸健二です。最後の笛が鳴るまでチーム一丸となって全力で戦いたいと思います。1年間通して熱い声援を送ってくれて本当に嬉しく思います。来年もよろしくお願いします。アジアの岡山19番久木田慎吾です。最後は、勝って笑って終わりたいので最後まで走り抜きます。応援よろしくお願いします。今年1年の中で印象残った試合なんかあるかもしれません。アウェーの徳島戦で、自分印象残った試合なんかあれば教えてください。アウェーの徳島戦で、自分もあんまり出てない中でプレーオフが、いけないことが決まってしまったので、今年一番悔しい試合でした。今シーズン1年間ありがとうございました。来シーズンはやっぱりみんなでサポーターも含めて笑って終われるように頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。アジアの岡山背番号4近藤哲司です。1年間サポーターに支えてもらったので、そのサポーターも喜ばせれるようにしっかり勝って、喜びたいと思います。応援よろしくお願いします。アジアの岡山背番号15篠原浩二郎です。今季最終戦なのでしっかりとした戦いをして全力で戦って勝利をつかみたいと思うので、皆さんの熱い応援よろしくお願いします。
ファジアの岡山、背番号5番上田龍二郎です。今シーズン最後の戦いに向けて、まあ、もう最終戦ということで、まあ、しっかりいい形で終われるように全力でやりたいと思います。わざわざ、福岡に来てくださってありがとうございます。最終戦絶対勝ちましょう。応援よろしくお願いします。ファジアの岡山の真子です。最終戦になるのでみんなで応援よろしくお願いします。ファジアの岡山8番石原孝之です。今年最後ということで、まあ、ホーム最終戦は負けてしまったんですけど、最後の試合はしっかり勝ってみんなで笑ってシーズン終わるように頑張ります。1年間本当アウェイまで遠くまで足を運んでくださってありがとうございます。また来年はジャイアン昇格絶対しますので、来年もぜひ応援よろしくお願いします。ファジアの岡山番号10番ジャッキー高田です。今シーズンの最後の試合に向けて、まあ、一人一人が全力で戦って、まあ、最後みんなでサポーターと一緒に笑顔で終われるように全力出して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そして1年間まで一緒に戦ってくれたサポーターの皆様、遠いところまで足を運んでお母さんありがとうございます。まだ俺たちの戦いは続くと思うので、これからも末永く応援よろしくお願いします。アジアの岡山背番号2番沢口正彦です。前回ホームでは、不甲斐ない試合をしてしまったので、最終戦ということで、勝ってみんなで笑いたいと思います。応援よろしくお願いします。